チュニスの戦い、またはバグラダスの戦いは、第一次ポエに戦争中の紀元前255年春に勃発した共和制ローマとカルタゴの戦い。戦いはカルタゴが勝利し、ローマはアフリカから撤退した。エクノモス岬の戦いに勝利したローマはアフリカに上陸し、さらにアディスの戦いにも勝利して、カルタゴに厳しい講和条件を突きつけていた。 しかしカルタゴは、講和を拒否し、スパルタ人の傭兵であるクサンティッポスを、軍司令官として雇用した。クサンティッポスは、冬の間に兵を訓練し、優秀なカルタゴ軍騎兵及び、戦像の威力を活かすため、兵地での野戦を企画した。他方、失勢官、マルクス・アティリウス・レグルスが率いるローマリク軍は、チュニスに駐屯していた。 再編された有力なカルタゴ陸軍に退治することとなったレグルスは、他の将軍が功名を挙げることを恐れ、早期にカルタゴ陸軍に勝利することを欲していた。ポリビオスの歴史によると、レグルスの兵力は、不評一万五千と、騎兵五百であった。クサンティッポスは、カルタゴ兵ファランクスを中央に、傭兵で構成される不評をその右側に、不評の前方に、 戦像の戦列を敷き、優秀な騎兵を分割して、右翼、左翼に配置した。合計兵力は、不評一万二千、騎兵四千、戦像百であった。ローマ軍は、通常の通り軍団不評一万五千を中央に、数に劣る騎兵を両翼に配置した。兵力配置図カルタゴ軍の攻撃は、戦像の突撃で開始された。は、ローマを攻撃し、 また、ローマ騎兵の8倍の兵力を有するカルタゴ騎兵は、ローマ騎兵を容易に撃破した。おそらくは、同盟軍兵士から構成されていたローマ不評左翼、2000は検討し、カルタゴ軍用兵部隊を押し返した。他方、中央では、戦像の突撃には耐えたものの、それを避けて、カルタゴ軍ファランクスに対して攻撃できた部隊は、わずかで、いずれもカルタゴ軍に撃破された。 最後に、カルタゴ軍機兵が両側から攻撃をかけ、ローマ軍残存兵力も殲滅された。戦闘初期に脱出に成功した2000のみが、ローマ海軍に救出された。ローマ軍は戦死1万2000、捕虜500という大損害を受けたが、カルタゴ軍は800を失ったに過ぎなかった。レグルス自身も捕虜となった。 後世のローマ史家は像による踏みつけで処刑されたと記しているが、ポルビオスはそのような記載はしておらず、またディオドロスはレグルスの死は自然死だったとしている。陸戦での敗北とローマへの引き上げ時の海難事故で多くの兵力を失ったローマはアフリカでカルタゴを打破する機会を失った。第一次ポエニ戦争の残りの戦闘は、 シシリア島での陸戦と海戦で戦われた。http://penelope.ucag.edu/.thayer/.e/. ロマン /.text/.polybios/.1。html:polybios. 歴史第一巻。ありがとうございます。